この DVD では当院で腱板修復手術を受けられる患者様に手術前、入院中、退院後のリハビリについてご説明しております。まず手術前のリハビリの様子です。個人差はありますが、1-2週間に1回、手術前までに定期的にリハビリを行いましょう。少しでも動きを良くして、術後のリハビリがスムーズに行えるようにしていきます。リハビリでは、担当の理学療法士が体操やトレーニングを指導します。通院以外の日は1日2回、自宅で指導されたリハビリを行ってください。入院中のリハビリの様子です。入院中は氷で冷やすなど、痛みを抑えるためのリハビリをしたり、退院後に安心して過ごせるように、装具の扱い方などの生活指導を行います。手術後の装具の説明をいたします。術後より3週間から6週間程度、装具をつけていただきます。装具をきちんと装着していないと、縫った腱板に負荷がかかり、痛みが出たり、余計な力が入ってしまいます。手術した部位を安静に保つよう、装具をつけた時の正しい腕の位置を覚えておきましょう。装具をつけた時の正しい腕の位置です。手首と腕をバンドでしっかり固定し、腕の重みが支えられているかを確認してください。正面から見た時、両肩の高さを揃えて、装具の端が体の中心に来るようにしてください。横から見た時、肘の位置は肩より前に来るようにしてください。仰向けで寝ている時の正しい腕の位置です。装具全体を安定させるため、装具の下にクッションやタオルなどを置いてください。肘が動いたり、二の腕の下に隙間ができないようにタオルを敷き、しっかり腕の力が抜けるようにしてください。クッションやタオルをセットした状態で寝てみて、肩の後ろが浮いている感じがあればタオルを敷き詰めてください。その際、肩が上がりすぎないように気をつけてください。もし体が床と平行な状態で痛みがあれば、タオルなどで体が起きるようにセットしてみてください。横向きで寝ている時の正しい腕の位置です。装具全体を安定させるため、装具の下にクッションやタオルなどを置いてください。寝返りで腕の位置が崩れないように、壁やタオルなどで体を固定してください。次に装具の付け方です。まず脇にタオルを挟み、台の上に装具と腕を置くためのタオルをセットします。手術した腕を抱えながら腕をタオルの上に置き、脇に挟んだタオルを抜いて、手首をマジックテープで固定してください。肩にかけるベルトを背中から回し、バックルで固定してください。この時ベルトをねじらないように注意してください。装具の端が体の中心に来ていることを確認し、腕をマジックテープで固定してください。腰からベルトを回し、バックルで固定してください。一人で巻くのが難しい場合は、他の人に手伝ってもらってください。最後に姿勢や腕の位置を確認してください。なお、装具の胴体部分についているマジックテープは、患者様お一人お一人に合わせてありますので、位置や長さを変えないように注意してください。次に装具の外し方です。まず腕を置くためのタオルを用意し、装具ごと腕を机や台の上に乗せてください。バックルを外し、手術していない方の腕を抜いてください。手首と腕を留めたマジックテープを外してください。
装具を滑らせながら脇から抜いてください。この時肩や肘が動かないように注意してください。入浴は装具を外して行為を行います。その方法を説明いたします。服を着る際は手術した方の腕から袖を通してください。次に手術していない方の腕の袖を通してください。最後に頭、その際肩を動かしたり体をひねらないように注意してください。服を脱ぐ際は着る時の逆の順番で行ってください。装具をつけている期間の服はなるべくゆとりがあり、前開きのものを使用するようにしてください。入浴の仕方です。手術に臨む前に2リットルのペットボトルを用意して、蓋とボトルの底に穴を開けて紐を通してください。紐を通したら紐の両端を結んで、穴から紐が抜けないようにしてください。これで準備完了です。お風呂に入る際は準備したペットボトルを脇に挟んで、紐を装具の肩ベルトと同じように背中から回し、キャップを留めてください。手術していない方の手で手術した腕全体をしっかり持ち、お風呂場へ向かってください。体を洗う際は風呂椅子に腰をかけて、自分の太ももを台代わりにして腕全体を支えてください。足先や手術していない方の腕、背中など手の届きにくいところは洗体ブラシを使用したり、他の人に手伝ってもらうようにしてください。手術翌日からこれらの動作を理学療法士と練習します。入院中のリハビリの中で肩に負担をかけない動作を身につけて、退院後も肩に負担をかけない生活を目指しましょう。退院後は週1回から2回程度の頻度で外来でのリハビリを行います。これは肩周囲の筋肉やその他の組織の状態を整え、肩の動く範囲を拡大する目的で行います。退院後はご自宅でケアや肩以外の運動が必要になります。その方法を説明します。アイシングはアイスバッグまたは氷を直接当てて10分から15分行ってください。肩を固定していると腕が腫れたりしびれなどを生じる場合があります。予防のため手を握ったり開いたり、手首をこまめに動かしてください。肘を固定していると上腕の筋肉が硬くなってきます。装具の手首を留めているマジックテープを外し、反対の手で手首のあたりを持ち、ゆっくり曲げ伸ばしをしていきます。装具をつけていると肩が凝ってきます。首を反ったり傾けたりひねったりして首の筋肉をほぐしましょう。肩の痛みをかばうと体が丸くなってきます。そうなると姿勢が悪くなり、肩甲骨の動きが悪くなってきます。座った状態で骨盤のあたりから体をまっすぐにして、大きく胸を開いてください。また体をひねって体をほぐしてください。改善と時期についての目安は個人差はありますが、術後3週から6週で装具が取れ、術後3ヶ月程度である程度の日常生活が可能となります。それ以降は各患者様の目標に向けてリハビリを行っていきます。装具をつけている間はリハビリで指導されている運動以外は自分で腕を動かしたり力を入れたりしないでください。装具が外れた後も
リハビリで指導されている運動以外の腕を動かしたり、力を入れる動作を行わないようにしてください。痛みが再び生じたり、筋肉が硬くなり肩の動きが悪くなったり、最悪の場合は腱板が再び切れてしまいます。可能な動作については医師・理学療法士に確認するようにしてください。箸や茶碗を持つ、机に腕を支えた状態で物を書く、パソコン作業などは可能です。自分で肩を動かしたり、物を持つことは行ってはいけません。車の運転、体を腕で支えることは行ってはいけません。何かを押したり引いたりすることは行ってはいけません。手術後6週間から12週間の間、この時期は腱板の強度が出てくる時期です。少しずつ自分で肩を動かすことが許可されますが、無理に動かすと痛みが再び生じたり、筋肉が硬くなり肩の動きが悪くなるので注意してください。何も持たなければ肩より下の範囲で動かすことは可能です。また車の運転も可能になります。この時期も体を腕で支えたり、何かを押したり引いたりすることは行ってはいけません。肩より上の範囲で動かしたり、2kg 以上のものを持たないでください。ストレッチ、無理やり背中に手を回すことも行わないでください。退院してから日常生活での管理が非常に重要になります。やっていいこと、やってはいけないことに留意し生活しましょう。簡単な説明ではありましたが、ご理解いただけましたでしょうか。安心して手術が受けられるようにスタッフ一同でサポートさせていただきます。ご不明な点がございましたら、担当医師、看護師、理学療法士にお尋ねください。We bring active life to you. 安心病院。